いい感じ？見れますか、みんなさん。みんなさんって言っちゃった。みんなさん、見れますか？見れてる？聞こえます？じゃあ、本当は歌ってなかった歌とか、まあ、知ってる冒頭に歌ったあたり分かると思うんですけど、この2日間で歌ってない歌を今日歌おうかなって思ってたんですけど、僕なんか遠征とかすると大体最終日こうなるんですよ。大体こうなります。なんかうまいこといかないですでもなんかこの場所でもうずっと2年間ぐらい路上ライブって場所で僕2年間ぐらいずっと戦ってきたんで、なんかもう慣れっこなんですよね。なんかこういうの今お客さんがこんなに寄るからすごいな、申し訳ないなって思うんですよ。僕がこうやってヘラヘラしながら場所探してついてきてもらってとかキャナイゴみたいになってなんか申し訳ないなと思うんやけど、なんか、うん、今日考えてきたセトリはちょっと一旦無視して歌いたい歌ってきたんで歌います。さっきの警察官の人も立場上止めに来てるだけなんですよ。人間として本音で喋ったらちゃんと分かってくれました。キャナイって多分ちょっとずるい人間なんですよ、人たらしというか。だから最後には仲良くなれたし、お互い笑い合えたし、あの人らも止めたくて止めてるわけじゃないし、路上ライブしてる奴らも迷惑になろうと思ってしてるわけじゃないんですよね。きっとそうだと思います。自分のためっていうのは第一としてあると思うけど、僕の音楽が、俺の音楽が誰かに届いたらいいなと思って多分みんなやってるんやと思うんですよ。だから警察官の人が初め僕に言った、なんか迷惑やからやめてくれっていうのは多分本心ではないと思うって俺は思うんですよね。だからでもそんな言葉に何回も傷ついてきたからこそこの歌を今歌いたいなって思いました。幼稚な言葉じゃくじきはしないので僕はヒーローになれない。解散してよって、え、歌うなあかんって、
寂し的な意味で、あね、モラルね。あの全部キャナイからモラルっていう言葉全部削ぎ落とされてるから一瞬わからなかった。そうね。今日は歌えなそうかな。歌われへんのかな今日は。移動するなら行きます。どこでもいいんだぜ。とりあえずじゃあどうしようかな。大阪城。いやでも寺だ。俺の実家やな。じゃあ仕方ないな。よいしょ。どっか行った？くそ。